さあ、それでは続きやっていきましょう。今度はデカールを貼っていきますと。デカールがね、ものすごく細かく再現っていうか、設定されてるっていう言い方でいいのか。もうね、めっちゃ細かいんだよね。まあ、今回これをね、ペタペタと貼っていこうかなと。で、まあとりあえずはまずこう貼りたい、一番最初に貼りたいところをまずは決めてですね。で、これを水につけますよと、ジョボンと。で、まあこれでね、数秒つけたところで水揚げをすると。よし。で、その間に浮いてくる、浮いてくるのね、じーっと待ってるとね、つまんないんでね、その間に次の貼りたいところのデカールを切っていこうと。よし。で、またこの子でつけていくよと。じゃボーンとしたら、また水揚げしてあげて、で、貼るのはいつもごとく、まずはセッターから。下にね、溜まってるんで、お、ついに鍋さんはとごってるって言わんくなった。下にとごってるんで、よく振ってあげてね。いや、でもね、なんかとごるっていう言葉を使えば使うほど、本当にそのとごるっていう言葉合ってんのかって思い出しちゃったかな。まあね。で、チョーンとこうつけてね、あげてね、剥がして、おー、やっぱ新鮮なだけあって、あれだね、剥がれも早いな、いいこった。で、こうペタッと貼るんだけど、この状態だとやっぱデカールって印刷がしっかりしてやると硬いんだよね。で、まずこの時点でこの綿棒を水に湿らせてあげて、ここ余計な水分を取ってあげて、湿った状態っていうかね、濡れた状態というか、で、絞る。うにゅ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 、ピッと。で、デカールが硬いから浮いちゃうよと。そんな時にソフターさん。とりあえずはクレオスのソフターを使うんだけれど、硬さに合わせて、いろいろね、軟化剤って出てるんでね、まあそもそも、ね、いつも言うこと一緒になっちゃうんだけど、クレオスのこのね、青いセッターの方には軟化剤成分がついているので、まあ、あんまりにも薄っぺらいね、デカールには必要性がないかなともちょっと思えるけど。で、またこう貼ってやる。できた。で、最初にね、ここもう軟化剤で柔らかくなったかなとちょっと確認しながら、こうやってやると、もうちょっと時間を置いてあげてもよかったかな。で、こうね、だんだんこう使っていくと綿棒がまた湿ってくるんで、こうね、絞ってあげて、で、またこうやってやる。ちょっとこう触っ、今貼った感じだと結構足りない感じだな。なんだか、もっとね、こうベタッと密着するんだ、ちゃんとね。もうこん、硬いな、結構プリントが分厚いな。やべえ、どうしようと思った、そんなあなた。ちょっと待って、机の上に物が多すぎて、まあすごく強力なやつですね。ゴーリキさんを使う時が来ました。ゴーリキ軟化剤、これを使うと結構早く軟化します。若干匂いがあるんでね、苦手な人とかね、いるかもしれない。まあ強烈ではないけどね、ちょっと匂うかなぐらいの感じです。これはね、あんまり長時間置くと本当にね、粘つきもあるようなドロッとした感じになっちゃうから気をつけないといけない。
自分が気づいてないだけのせいなのかもしれないけど、なんかガマゴールにやっぱりジャパンタクシーは走ってねえな。さすが田舎、田舎、田舎のガマゴール。結構硬いな。馴染むとね、ビチッとこうね、いい感じになるんだ。やっぱりこうね、モールがいろいろ掘ってあったりするじゃん。だからさ、結構綺麗に決まるんだ。特にこの剛力さんを使った時っていうのは、しっかりねティッシュをね、濡れたじゃダメだけど湿った状態にしてあげないと、本当ねこうちょっとねねべっとり感が少しあるんでね、本当にあのこうコロコロってやったらね、あの巻き取ってっちゃうみたいな感じになったりする場合もあるので、ちょっと注意した方がね、その辺はいいかなと思います。ほら馴染んできた。こう形に合わせてペタペタと。なんだかんだまだこのタクシー乗ったことないな。ガマゴーリだとね、やっぱりまあ余計に乗る用事もないって言えばそうだけどね、地元だからさ。だけどどっかねちょっとこう遠出した時みたいな。でもやっぱりなんだかんだ車移動が多いせいか、こんなもんかな。ほらこんな感じ。ちょっと見づらいね、すいませんね。よし、じゃあ今回はね、こんなデカールをねペタペタと、どうでもおへよし、どうでもいい話をねしながらやっていこうかなと思います。なんでこうシフトの部分とかもあったりするんだよね。これをね、今みたいにだからまたつけて数秒経ったら水揚げしてと。で次、D の20、あ、だ、21、これか。すげえ細かいな。あんまりないよね、内装にここまでデカールがね、たくさんあの情報量が多いというかやつって。あくびで、よいしょっと。でまたここねベチャーとつけて、でまたここに貼るよと。で貼って、水分を飛ばして、で剛力さんをつけておくと。今の感じとこの2箇所をね今貼った感じだと、ちょっとつけておいてもね大丈夫っていう感じがするんでね、ちょっとつけておきましょう。で今度ここ、こんなところも貼るんだな。ピタッと。これ一体何だろう。でここもピタッと貼っておいて、軟化剤で密着させるよと。でとやってる間に剛力さんは強力なんで、もうくっつくんじゃないかな。あ、いいね。いいよいいよ。でここも
阿部さんもうちょっとアップにしてよって感じだよね。次アップにします。いやなかなかいいね。やっぱりこうねデカールでこう情報量が多いっていうのはなかなか完成した時の見栄えがいいね。なんか青島のね前回っていうかまあちょっと前に出たねプロボックスからちょっとこう変わってきたね。なんかプロボックスもさ内装がさすごいこだわりを感じたからさ、それをプロボックスで内装こだわるかっていう気はしたんだけど、まあでもねプラモデルを作る側からするといいことはね、そういうのがねまた徐々に次のキね新しいキットとかに反映されてくって考えるといいなって。結構こう見るとビニールっぽいようなほんとデカールだな。あれに近い感じ、不死身のねデカールに近い感じかな。赤箱シリーズに近いような。もうちょっとアップしましょうか。こうね切ってねつけておいて、つけておいて水揚げしてはね先見えたからいいか。今ちょっとカメラから外れちゃってるけど、で他のところは23、こんなちっちゃいの、あこれ身分証かこの17って。いや違う、17じゃない、あれ15、これ多分身分証かなんかのやつだよな。変なふうになってる、ようわかんない。まあいいや、ごめん、すいません、違います。多分切って取って水に濡らして水揚げして、でセッターを貼りたいところにちょんとつけてね、でペタッと、こんな感じでね、でそこに剛力さんをいいと入れてこのまま放置しておいて、その間にねセッターをちょんとやっておいて、セッターっていうのは要はね接着剤みたいな感じかな、デカール用の貼り付きを良くするよと。まあデカールのりというか、でこの状態でギュッとちょっとこう絞っておいて、ここも剛力さんにお願いして、で最初に貼ったところのがだいぶ軟化してるかも、軟化してると思うので剛力さんを拭き取る、まあ、ここはねなかなかこうコロコロ転がしにくいんで、こうポンポンポンとこう吸い取ってあげるようなイメージ、吸い取ってあげながらそのねモールドのところとかにねこう密着させてあげるというか、形に合わせてねディテールに、変なところでこうコロコロ回すとねくちゃくちゃくちゃってなっちゃったりするからね、ちょっと気をつけないといけないんだよね。もちろん剛力さんを塗るとそのデカールがね軟化されて弱くなるんでね、それもまたまこうくちゃくちゃくちゃってなっちゃったりとかねすると良くないんで、でさっき塗ったここもねちょんちょんとか、ああいいね、スイッチにしっかりはまった、いいよ、すごくいいよ。でこうだんだん使っていくとね綿棒もケバケバしてくるんでね、ここはケチらず素直にすぐに新しい綿棒に交換してあげましょう。もう今ケバってきちゃったから、まあ次で交換だな。どうでしょう、こんな感じ、いいね、よし、ということで、あ近い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 、徐々にやっていこう。とりあえずこれでダッシュボードのここのパーツだけでは終わりかな。よし、まだまだ貼るものがいっぱいあるよと。これですね。
5番、15番、これか。つけておいて、裏は16で空車を張れっていう風になってるけど、タクシーじゃないから空車ってやるのもな、まあ張らない方がいいぐらいなのかもしれないけどね。今回自宅警備みたいなさ、変な感じにしてやるから悩むな。なんて書こうかな、なんて書こうかな、かもうそもそも張らない方がいいような。そうだね、このジャパンタクシーだってもう貼る必要がないんだよね、タクシーじゃないからさ、うん、なしで行くか、なしでできるような風にしたっけな、忘れちゃったな。逆につけてなんかまたプリントしてっていう、悩むなやっぱり、うん、おっとハンドルも20、ハンドルもなんかたくさんあるな、デカール貼るのが27、ハンドル27があった、トヨタのマーク。よっと、見ちゃう。で、すごい硬い、めちゃめちゃ硬いわ。で、軟化剤をね、つけておく。ポーチ、ああ。よし、ハンドル。あ、かけた。小さすぎて、よいしょ。ああもうでかい、綿棒変えるついて変えてねえ。よいしょ、新しい綿棒で、ここも軟化剤を、これはまあいいか、剛力さんじゃなくても良さそうな気はしたんだけど、プリントがそんなに濃くないからね。オート濡らしてない、危ない危ない、巻き込んでっちゃうとこだ。そうだよね、普通裏面空車とかじゃなくてね、パトカーとかそうだったら出動とか書いていくといいかもしれない。いいいいいい、そんなちっちゃいデカールを作るのがめんどくさいな。いいね、ちゃんと密着するね。でもあの転写デカールで、転写デカールっていうか転写シートっていうの、あれであんなにうまくいくとは思わなかったな。さすがだ、素晴らしい。あ、お腹空いてきた、何食べようかな。ちょっとこうデカール糊の跡とかを拭き取りながら、この時点で取っておくと楽だからね。だけどあんまり無理に取っちゃうとデカールを巻き込んでぐちゃってなっちゃうから気をつけないといけない。よし、今日は鍋にしよう、鍋に。で、あとハンドル、ハンドルをやってってところか。
ハンドルは26と28。26と28。28ちっちゃいなこれ。これが多分ハザードだな。こんなちっちゃいの。よっと。貼るの厳しいな。で、26。デカール多いな。マジで多いな。まあ、小さいもんばっかりでね、大判じゃないんで楽には楽なんだけど。こうやってね、まだ新鮮だし、剥がれるのも早いから。ちょん。ちょんと。うん？あ、今キータンが鳴いたかと思った。よし。ほら、持って帰ってきちゃった。ね、持って帰ってきたりするんだこれ。だからね、軟化剤、軟化じゃないや、セッターをつけようかどうしようか悩んだんだよね。軟化剤のみでいいような。あんまりね、あの古いデカールになると結構そののり成分がね死んじゃってる時があったりするから、それを考えるとセッターは結構必需品ではあるんだけれど、あやべ取れない、あのあやべえな、これもなんかデカールより塗った方が楽なんじゃねえかと思っちゃうな。これちょっともうこのまま、あやべやべやべ、くっついたくっついた、よし、あの筆で塗った方が楽だったんじゃないのかなって思っちゃう時がよくあるんだよな。でもやっぱりデカールでやるとメリハリがついていいんだよね。今直接軟化剤にこうピタッとくっつけてあげて、そうすると柔らかくて密着しやすいからね、くっついて帰ってくるっていうことがなかなか減るんで、減るっていうだけだけど、だからだけど剛力さんは強力だから、で、あこれ逆か、こっちか、やべ、デカール貼るの超楽しいな、やっぱり。早くやらないと軟化してきてしまう。よっか。よし、できた。すいませんね、なんかすごい画面めっちゃとちっちゃくやっちゃってて、でこれをここにくっつけますよと。流し込み、くっつけてから貼ってもよかったぐらいだな、その方が楽だったかもしれない。えい、やっと。こんな感じ。まだねつくとこあるけど、よし、まあという感じでね、徐々に進めていこうかなと思うので、これでまた一旦ここで止めさせてもらうかという感じでございます。ふう、首で、よし、さあそろそろご飯作ろう。よし、さあでは今日はこの辺にさせてもらおうと思います。ではまた。